ネックブリカードロップ。大声としてはまだスタミナは十分にありますね。さあ今掛け声が右腕を用意した。あっとアクセンバ後ろ抱えた。フルネルソンでそのまま落としていった。フルネルソンで抱えそのまま下に叩きつけました。カウントは10分を経過しました。30分の一本勝負で行われていますタッグマッチ、朝子悟、大森隆夫組対マイク・バートン、ジョニー・エース。さあニュートラルに振ってこれは迎撃、ゴールデンレフト。ここで出たバートンのゴールデンレフト。今のいい角度で入ってますね。まともに入りました。さあふらついている大森に対してダイビングのラリアット。これは危ないぞ、これは危ない。カウント2で返しました。バートンとこのエースの怖さというのはどういうところにあるんでしょうか。やっぱりあの体の割には動きが速いですからね。で結構あの小技もこなしますし、パワーがあるし小技も効くということでね、怖いですよね。やっぱりフライングニール、やり返します。コブラクラッチを外してフライングニール。ここでもう一度あそこ、さあそこが入ってきました。駆け寄ります。エースに対して胸元にチョップ、そして左腕を持って体格の、いやこれは返された、これは返されたぞ。ヒールキック、おっこれはうまい。あそこ、ここからいけるか。大森がすかさずここでカウント。非常にここあそこと大森息が合ってるんじゃないでしょうか。合ってますね今のところ。ああマヒストラル抑え込んだぞ、抑え込んだ。悔しがります朝子。朝子の動きがいい。さあアート、これはラリアットは食ってしまいました。そしてエースがバートン、バートンがトップロープ後ろ向きだ。そのままダイビングでエルボー、ダイビングのエルボー、そしてそのまま赤コーナーの大森にもエルボー、かわした、2発かわした。朝子がテイクのドロップキック、この辺ですよね朝子の。そうですね、見せどころ、はい、非常にうまい攻撃。そしてドラゴンスクリュー、関節技、そして切り返し、そういうところで朝子の味を出してほしい。バックを取った、いやバックに回ったのはバートンだ。バートンが持ち上げた、おっとくるっと回ってそのまま抑え込んだ、抑え込んだ。これは非常にうまい。いやまだ、今度は膝十字、関節技、そして大森がそこに膝を落としていく。非常にいい連携だ、いい連携だ。朝子と大森が見せるこのコンビネーション、苦しめられているのは元世界タッグ王者のバートン。さあここは休まず続けていきたい朝子。これはバートンが、おっと左腕ボディーブロー、そして大森にもゴールデンレフト2連発。場外には大森、リング内には朝子しかいない、朝子しかいない。これは両者で抱え上げたぞ、抱え上げた、そしてそのまま落とした。カウントが入る、カウントは返した、返した、朝子が返しました。気合十分、桃田さん、朝子が返しましたね。はい、そうですね、よく踏ん張ったと思います。素晴らしい気迫、気合、おカバーに入ったぞ。これはこれも返します、これも返します。この KBS ホールの観客を味方につけようという朝子、抱え上げた、これは危ない、まさか出るのか。バートンヘルメットカバーに入る、カウント3。非常にいい動き、何度も何度もこれでもかこれでもかと返してきた朝子でしたが、最後はバートンのヘルメット抱え上げられ、そのままマットに叩きつけられました。ノーギア入りがあるのかどうか非常に注目されるこの朝子と、そしてノーギアのこれからの一戦、立ち名乗りを上げるバート、そしてエースです。試合の方は13分57秒、バートンが朝子を下しています。ゆったりと大の字で天を仰ぐ朝子に、その周りに大森が心配そうに近寄っています。さあそこにリング下には高山がいるぞ。ノーギアの2人、高山と大森、
の両者に対して何やらアピールをしたこのバートンとエース、リサインはエース。あと試合が終わったにもかかわらずエースが朝子に対して立ち上がれない。おっとここで大森が入ってきたぞ。大森が入ってきた。リング内はエースとバートン、エースクラッシャー、エースとバートン、そしてノーフェアの2人、4人が、さあ今度は切り返した。大森が切り返して、アッケスロンバー、なんということでしょう。試合はもう終わっているんです。ノーヘアの2人がエースバートンに対してオーデンレフトを打ち込んでいく。さあ大森がこれを返したぞ。高山と今度は高山がニーリフト、ニーリフト。試合の勝者はバートンとエースなんです。しかし今リングに立っているのはノーヘアの2人。荒れる試合になりました。試合の勝者はエースとバートン、しかしセコンドにいた高山がリングイン。試合が終わった後に担当してまいりました。高山と大森がリング内のバートンとエースに何やら注文をつけています。肩を組んで引き上げるノーヒア、その前には朝子がいます。リング内にはエース、納得いかない様子のエース。6人宅待ち45分一本勝負を行います。ローコーナー240ポンドバウナケアモスマン、バウナケアモスマン245ポンドジョニースミス、マジシャンジョニー・スミス。370ポンドベイダー、向かうところ敵なしベイダー。裏側コーナー225ポンド、菊池剛志、すでにもう沸点か菊池剛志。ポンドスターハンセン、ロングホームが響き渡ります。サンハンセン、ポンド田植アキラ、ハンセンとのコンビネーションはいかがなものか。田植明、45分の一本勝負で行われますシックスメンタッグマッチ、99世界最強タッグ決定リーグ戦京都大会、 KBS ホールよりお伝えします。第7試合を迎えました。菊池剛、そしてボディチェックを受ける田植明、最後はスタンハンセン。対するはこちら高低選手ベイダー、そして正面に中央に映っているマウナケア・モスマン、そして左側ジョニー・スミス。この試合の放送の解説は桃田美藤さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあベイダーがマスクを取り外します。先陣はいきなりベイダー、対するはそのベイダーの気迫に負けんと、負けないと言いたいこの引き強し。ベイダーはハンセン、あるいはタウエを要求しているのか、ハンセンか、ハンセンを要求しているが、菊池は一歩も引きません。さあ菊池が果敢に真正面からぶつかっていった。気合十分だ。菊池は下がらない、菊池は下がらない、自分が行くというこの気合十分に見せています。あーっとベイダーの力、ベイダーアタックの前に倒れてしまった菊池。ここはやはりハンセン。さあハンセンとベイダー、桃田さん、はい、このベイダーとハンセン非常に楽しみな一戦ですね。そうですね、お互いに当然意識してると思いますからね。ような熱気に包まれましたこの KBS ホール、ハンセンコールがまず沸きました。そして左側ベイダー、ゆっくりと相手の出方を伺って今組み合いました。振りほどきたのはハンセン、様子を見ます。さあもう一度組み合うか。第24代三冠王者のベイダー、そして一時代を築き上げたハンセン、注目の一戦です。
ぐっとハンセンの腕を、これはヘッドバットで返していきました。ハンセン、もう一度ハンセンから歩み寄っていきます。そして再び組み合いました。ベイダーが今度は体の圧力を生かしてグイグイと前に行って、ロープにスタンハンセンの体を押し付けます。ベイダーがハンセンに一撃。桃田さん、はい、このベイダーとハンセンといえば、なんといっても過去あの東京ドームで、はい、当時の新日のトップだったベイダーと前日のトップハンセンが頂上対決というのがありましたね。両団体の外人のトップがぶつかったということでね、あの時は本当にすごい試合になったんですけどね、まあ、試合後ベイダー選手はもう何ていうんですか、目が腫れ上がってましたから ね、はい、ね、まあ、それ以外の因縁というんですか、もうお互いにやっぱりものすごい意識してますからね。そのこともやはりこの KBS ホールに詰めかけた観客の皆さんも分かっているんでしょう。非常にものすごい歓声といいますか、悲鳴といいますか、はい、声援といいますか。さあハンセンが今度は観客に行って、この椅子を持ったぞ。パイプ椅子がない、このしっかりとした作りの椅子を持とうというところ。さあハンセン、いや今度はそのハンセンを捕まえて、ベイダーがトップロープ越しにぐっとムンザと捕まえてリング内に引き戻しました。ベイダーハンマー、ベイダーハンマー、ハンセンの腰が砕けていく。ハンセンのベイダーが叫びます。ベイダーが叫びます。拍手をするのは青コーナースミスとモスマン。さあ今度はハンセンがエルボーで迎撃か。エルボーで打開していく。このハンセンとベイダー、先発を切ったのがこのベイダーとハンセンという非常にこの注目の一戦、シックスメンタッグマッチ45分の一本勝負で行われています。世界最強タッグ決定リーグ戦京都大会。モスマンが入ってきました。ハンセンとモスマン、リング内は今度は菊池が入ってまいります。気合十分で自分から先発を買って出ようとした菊池、しかしベイダーアタックの前によくなくハンセンと交代をしました。ハンセンも気合十分、いつもとハンセン違うんじゃないですか、モータさん。そうですね、特にこのシリーズのハンセン選手はものすごい気合入ってますんで、まあ、要するにベイダー選手には絶対負けたくないって気持ちが強いんじゃないですかね。ハンセンといえばその音、ベイダーアタック、ベイダーアタックの前にこのハンセンまでも倒れてしまいます。エルボーはかわした、エルボーをかわしました。さあここからハンセンが自分のペースに持っていきたい。ここで一旦スミスが入ってきます。5分が経過しました。このハンセンもこの世界最強タッグ決定リーグ戦に臨むにあたり、はい、タッグパートナーを誰にするかということでも、そうですね、話題になりました。今回はかなり迷ったと思うんですよね。去年要するにベイダー選手と組んで出てますんでね、はい、で、まあ、一応決勝戦まで進んだということでね。ただだけどやっぱり基本的にはライバル意識が強すぎて、ベイダー選手とは組みたくないって気持ちがあったんじゃないですかね。で、まあ、ちょうどいいっていう言い方はおかしいんですけど、太郎選手が川田選手の負傷によってちょうど要するにその浮いた状態にありましたからね、まあ、本人とすればベストのなんていうんですか、パートナーを得たという感じになると思いますね、はい、この田植えとハンセンのタッグ、この最強タッグ決定リーグ戦の序盤なんですが、はい、ハンセンと田植え、ややぎこちないかなというところが見られたんですが、それはいいと思うんですよ。田植え選手も要するに川田選手とパートナー組んでてもぎこちない部分はあったんですよ。それでもかなりいい試合で、要するにその世界タッグも取ってますしね、必ずしも息が合えばいいというものでもないと思うんです。要するに2人ともパワーを持ってますからね、はい、個々のいい力が出ればそれでまたタグの試合をうまく勝てるってこともありますので。そしてなんといってもこのハンセンと田植えのコンビなんですが、はい、公式戦がこの決定リーグ戦の後半に多く組まれているんですね。そうですね、試合を積むごとにと、そういうことは言えると思います。でかなりこのタッグの試合が多いんで、そして公式戦以外にですね、だから
お互いの要素の良さをだんだん感じ取るというか、お互いの良さをうまく引き出せればいい結果が生まれるんじゃないですかね。試合ごとに試行錯誤していくといった感じでしょうか、はい、その田上がモスマンを上から抱え上げて、さあ場外待っていたのはハンセンだ、ハンセンが放送前モニターが倒れた、なんとハンセンが叩きつけた、目の前、私のわずか1メートル目の前、モスマンが今鉄柵に叩きつけられました。リングの中央では田上とモスマン、さあ左上を掴んだままラリアット、ショートレンジ投げ倒します。これはカウント1で返していきました。さて一方の桃田さん、はい、ベイダーとスミスなんですが、はい、これも非常に面白いタッグ。そうですね、要するにパワーのある選手と、要するに動きの速い、要するにテクニックのある選手ということで、ね、かなりいいコンビだと思いますね。まあ、パワーあふれるベイダー、そして技、そして、スピード、はい、インサイドワーク、そういったものをスミス持ち合わせていますよね。そうですね、お互いにないものを持ってますので、かなりいいコンビだと思います。さあリングの中央ではモスマンを菊池が後ろから攻めようというところ、スリーパーに捉えて鼻をかきむしろうというところを、後ろバックを取ったのがモスマン、これは菊池が逃れます。この最強タッグ決定リーグ戦優勝候補と挙げられているベイダーとスミス、そしてもう一角三沢と小川というコンビがありますよね、はいはい、今回の、ね、タッグリーグはですね、全てのチームにチャンスがあると思うんですよ。結構みんな要するに実力が拮抗してますんで、必ずしもこのチームが最有力っていうのはちょっと考えづらい部分があるんですよね。だからそういう意味ではものすごい接戦する分、要するに星の取り合いってことがありますんで、どのチームが勝つかちょっと僕には想像できないんですけどね。ですから先ほどおっしゃいました田上ハンセン組の十分優勝の可能性はあると。いや当然あると思います。さあベイダーがリバースプラッシュ、菊池に真上からリバースプラッシュ、これは田上がカットに入ってきました。田上とハンセンのコンビに今日は菊池が加わっています。その菊池にカットに入りました田上、その菊池、先陣を自ら買って出ようとしたこの勇気ある菊池にベイダーが場外に菊池を投げ飛ばしました。さあ場外ではスミスが菊池にラリアット、モスマンから振られてきた菊池に対してスミスがラリアット、リングの中央では仁王立ちのベイダーが待ち受けます。のしのしと菊池に歩み寄っていきます。さあ菊池としてはここを捕まってはいけませんね、長石が、ね、さあ後ろを取った、バックを取ったぞ、破壊力十分ベイダー、10分が経過した、バックを取った、菊池投げっぱなした、投げ捨て、10分が経過しました、投げ捨てました菊池、この100キロの菊池を軽々とジャーマンで後ろに投げ飛ばしました。さあ菊池としてはここは何としても田上あるいはハンセンと変わりたい、エルボーで打開していこうというが、ベイダーの一発、重い一発。そうですね、菊池選手はものすごいタフですからね、体は小柄なんですけどタフさが売り物ですから、本当にしぶといところがあるんで、そのしぶとさを出してほしいですよね。ここは菊池の頑張りに期待したいというところでしょうか。バックブリーカー、ワンハンドバックブリーカー、スミスが落としていきます。さあカバーに入る、負けん気だけは強いこの菊池、気合たっぷり気合十分で臨んだこのシックスメンタッグマッチ、ベイダー相手に先陣を買って出ました。反戦を要求されてもまだ変わらなかったこの菊池、スミスの蹴りに対しても立ち上がった、さあ顔が真っ赤になってきた、これが菊池の持ち味、顔が真っ赤に気合十分、エルボーでなんとか打開していこうという菊池ですが、さあこのスミスに左腕を捉えた、ジョニーマジック、さあ1回転、さあ田上とハンセンがじっと菊池の様子を伺っているんですが、これはどういった気持ちなんでしょうかね。いや要するに
あの踏ん張ってほしいなっていう気持ちが当然あると思うんですけどね、カーブこっちへ来いっていう気持ちももちろんあると思います。本当のピンチになった今のような時にはハンセンがカットに入ります。そうですね、ここで自分の力で何としてもこちらに戻ってタッチをしてこいという愛の鞭でしょうか。モスモンがエルボー、そしてハンマー、そしてハイキック、ミドルキック、菊池も負けてはいないか。腰から崩れていった。さあここに、さあハンセンがここでタッチを求めるか。さあ菊池としてもここは田植あるいはハンセンと変わりたいところ、モスマンに捕まり始めています。頭を抱えられ、そして膝、この負けん気の強い菊池としてもあまり長い時間捕まっては危険ですよね。まあ、当然もうスタミナもしてきますからね、かなり危ない状況にはなりつつあると思いますよ。その辺はやっぱりあのハンセン選手もあの田植選手も分かってますからね、はい、もう危ないなっていうところにはあのセブに入ってますけどね、はい、いいタイミングでカットに入ってきます田植とハンセン。さあしかしリングの中央ではもう一度ベイダーが入ってきた。ベイダーが菊池に対して必要なまでのベイダーハンマー、そして対角線のニュートラル、これを返した。さあ菊池がここでハンセンにタッチ、再びハンセンとベイダーだ。ハンセンとベイダー、これはハンセンが返したぞ。ベイダーにエルボー、まずはエルボー。さあ立ち上がったベイダーが自ら立ち上がってベイダーをボディスラム、もう一度ライングメイヤー、さあ自らロープに振ってエルボー落としていく、カバーに入ります。さあハンセンとベイダー再び交えています。レバスターに抱えた、これは投げるのか。ベイダー170キロ、投げた。グレンバスターハンセンが投げた。さあ左腕のサポーターを下げた。すかさずスミスがカットに入ります。さあモスマンが、これはハンセンがよく見ていた。そしてタウエとタッチ、タウエが入ってきます。さあダブルでいく、モスマンに対してダブルでハイキック、そこにエルボーをすかさず最後はギロチン、カバーに入ります。さあリングの中央ではタウエとモスマンをロープに振ってジャンピングのハイキック、顔面を捉えています。さあ喉を捉えた、よく見ているラリアット、ミドルレンジのラリアット。ブレンバースターに持っていこうというタウエが、いやこれはトップコーナーに乗せた。モスマンをトップコーナーに乗せて、そしてそれを菊池が足をかけなだれ式で持っていこうというのか、しかし戻ってくる。菊池は足をかけていた、投げ飛ばす、フロントスープレックスで投げ飛ばす、そしてダイビングのヘッドバット、これは自爆。15分が経過しました。45分の一本勝負、シックスペンタックマッチ、菊池のゼロ戦キック。菊池も非常にいい動きを見せてるんじゃないでしょうか。いい動きしてますね。もう一度口出し式、カバーに入ります。ツーで返しましたスミス。さあ連発だ、チョーク、テイクの超高速で2連発、カウント2、ぐるっと歯を食いしばって気合十分の菊池。さあ後ろに回って抱え上げた、そのまま落とした、火の玉ボム、これはモスマンがカットに入ってきました。さあ田植がモスマンを場外へ、場外ではモスマンと田植がやり合っている。ニーリフトを勝ち上げていくモスマン、そして鉄柵、リングの中央ではスミスと菊池。さあ自らロープに飛んで、あーっとそのままボディスラム、パワースラムを打ち付けていったスミス。さあベイダーとハンセンもやり合っている、場外へ降りたハンセンを追いかけるようにベイダーとハンセン。さあ放送席の目の前、リングの中央ではラリアット、スミスのラリアット、これは効いた。菊池は返します。
返します。よく返してますね。これが菊池です。さあそのまま、いやこれは返したぞ、返した、リバースDDT、ブリティッシュホールド、これは決まった。一瞬の隙を突かれた菊池、反戦が荒れています、反戦が荒れています。そのままそのまま花道を戻っていきました。レイダー、レイダーでやはり壁は厚かった。いや、ハンセンが戻ってきたぞ、ハンセンが戻ってきた。一旦戻ったハンセンが再びこちらのリング戻ってまいりました。ここで、ここでロングホーン、16分54秒、最後はスミスが菊池を下しています。本日のメインイベント、世界最強タッグ決定リング戦30分一本勝負を行います。青コーナー250ポンド秋山純、連覇に向けて視界良好秋山純、270ポンド小橋健太、連覇しか見えない小橋健太。長コーナー225ポンド小川義成、名古屋の仮の京都の対戦小川義成、255ポンド三沢少年馬三沢見つかる。99世界最強タッグ決定リーグ戦京都大会です。30分一本勝負の公式戦、中盤の最大の山といっても間違いないでしょう。2年連続2度目の出場のアンタッチャブル三沢小川組、現在1勝1敗勝ち点に、一方のディフェンディングチャンピオン小橋、さあ小橋三沢の先発始まりました。30分日本勝負の公式戦、ディフェンディングチャンピオンの小橋秋山組対2年連続2度目の出場の三沢小川組であります。がっちり組み合いました。まずはエース同士の戦いになります。リングの中央組み合った小橋、小橋が押し込んでいきます。ロープを背にしているのが三沢です。ローププレイ、ローププレイ、ローププレイ。緊張感のある間合いが今解かれました。放送の解説は桃田光雄さんです。桃田さん、はい、優勝を狙う両チームにとって本当に大きな一戦になりますね。もう本当に中盤の山場ですね。前回の世界タッグ選手権と、はい、くしくも同じカードになってますけど、この組み合わせが要するにもう勝ったチームは絶対にまた取ってやろうと思うし、負けてたチームは絶対に今度は勝ってやろうって気持ちが強いと思いますんで。そうですね、特に小橋チームの場合にはですね、去年のタッグリーグの要するに覇者ですからね、はい、そういう意味でも絶対負けられないって気持ちが強いと思いますね。そうですね、現段階で3試合終わった時点で要するに、5点ですけど、要するにその負けがないということがかなりそのいい線いってるなという感じになりますからね。今桃田さんの言葉にもありましたけれども、小橋秋山組はここまで3試合で2勝負けなしの1引き分け勝ち点5、ベイダー組と並んでトップタイです。一方の三沢川組は1勝1敗勝ち点負けです。さあ小橋がロープ飲んでショルダーバックル、フライングだ、距離を取った三沢のエルボー、バックルまた、バックルまた、バックドロップです。的確に落としました三沢です。ぐるぐると回転しながら小橋がエプロンサイド、さあ三沢が距離を取っている、小橋はまだエプロンにいます、小橋はまだエプロンだ、しかし三沢が反対側のロープに飛んで走った、ランニングネルボー、鉄柵まで小橋が飛びました。さあ今度はどうだ、小橋が場外だ、三沢飛んだ、エルボー推進だ、エルボー推進だ、ヒット、序盤から飛び出しました三沢の飛び道具。いや桃田さん、はい、いきなり飛びましたよ。やっぱりそれだけ三沢チームの、なんですか、気合が入ってるっていうか、この試合は絶対落とさないっていう気持ちが強いんだと思いますね。そうですね、さあ今度三沢が小橋を鉄柵に振りました。序盤からもう三沢の表情が気迫気合に満ち溢れております。その星取り感情で見ますと、昨年を振り返りますと全勝でベイダー参戦組、はい、そして1敗で小橋秋山組、はい、ですからその勝ち点上位2チームということを考えますと、はい、今1敗の三沢組はちょっと苦しいですよね。そうですね、だけど今年の場合はですね、
結構要するに拮抗したチームが多いので、その星の取り合いっていうのが後半にやってくるんじゃないかなって僕は感じてるんですよ。なるほど。まあもちろん現段階では小橋チームが断然有利なんですけれども、はい、後半に来てどうかなっていう気持ちはありますね。ただこの試合に勝った方が優勝に大きく近づくという点では間違いないですね。そうですね。特に小橋チームが勝てば、大きく優勝に、要するに近づくんじゃないかなって、それはもちろん言えると思いますけど ね、 そうですね。今のところ負けてないということ で、で要するに全7試合ですから、各チームが7試合ずつこなすということからしても、はい、要するに4戦終わった時点で3勝1分けということはもう断然の有利になると思うんですよ ね、 ね。先月の 10.23 名古屋大会で世界タッグのベルトを取りましたバーニングの小橋秋山組であります。まあ、そういう意味からで言えばもう三沢チームは絶対に落とせないと、はい、絶対に勝ちに行かなきゃいけないという気持ちはあると思います。そして取ってその1週間後武道館大会ではノーフィアを相手に初防衛戦に成功しています。ですからその世界タッグチャンピオンタッグのベルトを持っている2人がこのリーグ戦とはいえ優勝しなければそのベルトの価値がなくなるということをよく分かってますからね。そうですね。ディフェンディングチャンピオンの小橋秋山組です。一方現在1勝1敗で勝ち点2の三沢小川組です。この2人も 8.25 広島大会でノーフィアーの2人に勝って世界タッグそしてアジアタッグのベルトを取っています。ただこの三沢小川組は小橋秋山組には桃田さん勝てないんですよね。そうですね。まあだけど要するにそのいろんな意味で、総合力からすると五分だと思うんですよね。あ、そうですか。もちろんパワーの面で小橋秋山チームっていうのはありますけども、だけど三沢選手の頑張りと小川選手の起点のところと、そういう意味を合わせると総合的で言えば要するにかなり拮抗してると思うんですよ。なるほど。例えば試合前にこの小川が話していたんですけれども、はい、去年と今年ではこのリーグ戦に向かうにあたって気持ちの持ち方が全然違うんだと、はい、いい意味で今年は余裕がある、そういうことを話しています。まあ、そういう意味で要するに小川選手の場合にもですね、要するにそのジュニアということで、かなり要するにその前回の場合にはプレッシャーがあったと思うんですよね。そうでしょうね。おっと手下が踏みつけてトラスキックは秋山だ。おーっとスライディングスライディング秋山が大川の手下に当たった。いやこの辺りの切り返しがまさに小川ならではですね。そうですね。ただここで心配なのは秋山の喉から顎にかけての状態、首筋のあたり今押さえています。さあこれは一瞬の起点、小川が切り返して秋山は今かなり強烈に、桃田さんこれは喉元ですか顎ですか、だいぶその要するに頸動脈のあたりだろうと思うんですけどね。ああ今一瞬にしてこの攻守の逆転がこの場外戦で行われました。去年の 9.11 武道館秋山対小川のシングル戦の結果をもって三沢がこの小川の元に歩み寄りました。その時からアンタッチャブルの2人三沢小川組が登場したわけであります。去年に続いて2年連続2度目の出場の三沢小川組です。さあ今三沢にタッチです。まあ、もちろんその三沢大川チームっていうのは、要するに去年、まあ、初めてタッグリーグに出たんですけども、はい、それ以降に要するに世界タッグを2人でダッシュしたということが、はい、小川選手に自信をつけた一つの理由だと思いますよね。そうでしょうね。もうそのジュニアヘビーということをもうこれで言い訳にはできない状態になっています三沢小川。ただこの1年間のこの2人の活躍を見て、はい、もうスイッチワークにしてももうコンビネーションにしてもこれはもう最高のレベルまで来てますよね。もう当然そうだと思います、ね。もうそういうことでは言うことはないと思います、はい。でもお互いの能力というのを十分その分かり合ってますからね。過去小川選手は小川選手の良さでさっきのように要するにその身軽だからこそうまい組み立ちができますからね。そうですね、はい。さあ形勢逆転の立役者の小川です。小川と秋山の展開になります。公式戦は30分日本勝負で争われます。あらゆる勝ちが2点、負けは0点、時間切れ引き分けが1点です。勝ち点上位2チームが最終武道館で優勝決定戦を行います。さあ秋山が声を出した、胸を出していきます。エルボーを打った。さあ顔面をかきむした小川です。三沢小川組の連携あるいはその個人のインサイドワークというものがこの立ち上がりは光っています。
セカンドロープに秋山を押し付けて、ご覧のように今足も絡めています。去年の三沢小川組は3勝3敗1引き分け、8チーム中の5位という成績。三沢が絡んでいるチームながら8チーム中5位というのは、小川にとってはある面その悔しさ、申し訳ないという面があったでしょうね。それが本材料になって、要するに世界タッグを取れたということも言えるかもしれませんね。そうですね。ただこの三沢小川組は小橋秋山組に関して言いますと、去年の最強タッグのリーグ戦、そして 3.6 の武道館、 10.23 の名古屋、3連敗中であります。三沢小川組にとっての一つの大きな壁、一つの関門になっています小橋秋山組。三沢小川組にとって今日の試合を乗り切れば優勝戦線に向けての一つの道が開けます。後頭部にかかとを落としました三沢です。30分一本勝負の公式戦です。三沢が意味軸も言っていたんですけれども、今日の試合は小橋秋山もそうだけれども、はい、時間との戦いでもあるんだ、リーグ戦だから、そういうことも話しています。そうですね。まあ普通メインイベントでやる場合には60分ですけど、はい、リーグ戦で30分ということでね、要するに時間内に勝ちに行かなければいけないっていうのが辛いところだとも思いますよね。そういうことから考えまして、この三沢小川組の立ち上がりに攻めているのはどうだったんですか。いや当然いいと思いますね。要するにもう秋山選手に的を絞って、そうですね、要するに取りに行くにはやっぱり2人を同時に攻めるって難しいですからね、どっちか1人に的を絞らないとなかなか勝ちにはいけませんので、まあ、今桃田さんのおっしゃった通り、このリングの中に小橋がもうほとんど入れない状態になっています。ひたすら青コーナー、コーナーに控える小橋、今秋山のピンチにセカンドロープをまたぎましたが動けません。ご覧のように三沢ががっちりとガードしています。立ち上がりアンタッチャブルのペース、秋山がその予期せぬ場外での展開でペースをアンタッチャブルに握られております。三沢小川組にとっては今日もバーニング小橋秋山組を倒すことが優勝に向けての絶対条件です。足が待っていた。さあセカンドロープから、あー壊した壊した小川壊した、見てます見てます、小川吉成見てますね、さあ今度は首4の字の体勢です。10分経過のアナウンスがありました。30分一本勝負の公式戦の10分が経過しています。すでに勝負タイム、限られた試合時間の3分の1が過ぎました。三沢小川組は開幕戦ベイダースミス組に敗れまして黒星スタート、そして昨日の岡山大会でオブライトウルフ組に勝ちましてこのリーグ戦初白星を挙げました。まあ、開幕戦から昨日の試合まででおよそ1週間の間が空きました。まあ、この間に三沢小川組も体調あるいはコンビネーションもまた戻りつつあると話しています。さあ今度は小川が秋山を場外に誘った。秋山切り返した、鉄柵だ、無情にもこの鉄柵の音が響きます。小川が捕まってしまうとアンタッチャブルは苦しい。リング一周鉄柵攻撃が続くのか、秋山の目が鋭く光ってまいりました。さあ自陣の近くで小川をリングの中に戻します。今ようやく小橋にタッチです。喉元を抑えている秋山から満を持して小橋がリングの中に入りました。小川ロープに行った、キッチンシンク、まだ手は掴んでいる、連続キッチンシンク、そのまま足を絡めてかわず落としです。京都府福知山市出身の小橋健太、この京都大会は、まあ、地元での大会ということも言えます。まあ、選手の場合地元ってのは余計気が気合が入りますからね。また、その上この三沢小川組です。小橋秋山組はここまで3試合を消化しています。本田井上組、そしてエースバートン組に勝ちまして、その後ベイダースミス組と引き分けています。2勝負けなし1引き分けの勝ち点5です。小橋組はベイダー組と並んで現在トップタイを走っています。この開幕前の前評判で言いますと、この小橋秋山組やはり優勝候補の筆頭、堅いという話でしたけどね。そうですね、まあ、当然ディフェンディングチャンピオンという意味からすればですね、そういうことだとは思うんですけども、はい、ただ要するに僕が見る上ではですね、うん、各チームかなり要するにそのなんて総合点で拮抗してるなっていうのは感じるんですよね。ありますね。だから後半で一波乱も二波乱もあるんじゃないかなという気はするんですけどね。その波乱のまず第一章、ワンステップをこの京都で作ることができるか。世界タッグのチャンピオンベルトを持っている小橋秋山、
今回優勝できなければそのベルトの返上も辞さないということを話している小橋秋山です。さあリングの中央はボストンクラブガッチライン、ああ小橋が三沢を牽制します。立ち上がりはペースを握られてしまったバーニングの小橋秋山、ただやはり攻撃の的は小川に絞られてきます。さあ今度は秋山が入ります。倍返しが見られるのか、自らのジャンピングに、さあ今度は小橋が三沢を牽制します。さあ今度は二人がかりで小川を捉えます。場外で場外で、あーと接戦、あー本部席に小川、秋山の非常なる攻撃、まだ小川が場外の本部席の机の上、もう一回もう一回もう一回、あーと机は二つだ、小川が机の上で机が真っ二つに割れました。非常なこの秋山の攻撃、その本領発揮という場外戦です。あのね、これはやっぱりあの前にですね、小川選手のラフに対するですね、やっぱり気持ちがあるんですよね。そうですね、あのラフをやられるともう俺もやり返してやるっていう気持ちにどうしてもなりますんでね。そうですね、秋山は非常に攻め続けることができます。情けを捨てられるこの秋山、さあ川に入ったボディースラム一発がフィニッシングホールドになりかねないほどの衝撃でした。30分日本勝負の公式戦、さあリングの中央で逃げ場のないところでキャメルクラッチだ。先ほどはボディースラムで、そして今度はキャメルクラッチでこの小川の腰に攻撃の的を絞っています。今これは腕も絡めてるんですか。腕も絡めてますね。そうですね、左腕が絡んでますね、はい、うん、左腕脇に手を通している秋山のこのキャメルクラッチからエルボー、いやーこれで小川の腰に攻撃の的が作られました。さあ徐々に徐々に試合の流れ、攻撃の波がバーニングです。15分経過の声が聞こえました。30分日本勝負の公式戦、試合時間の半分折り返し戦、高々とボディースラム、もう一回引き起こして打つのか、ストンピングを落とします。足をロックして、さあボーアンドアロー弓矢固めの体勢です。腰に腰に腰に攻撃の的を絞りました。前傾あるいは反る形でこの小川の腰に重い攻撃が続きます。今度は一点三沢がリングの中に全く入れない状況になってしまいました。スタンディングのヘッドロック、バックドロップに行こうという小橋、アトミックドロップです。今度はもう一回抱えて連発アトミックドロップだ。エルボーの逆水平、ここまで1勝1敗の三沢小川組、心配そうに見つめます三沢。小川がこの赤コーナーに帰ってこられません。一方の秋山が今場外で待ち受けて小川を捉えた。そして鉄柵鉄柵、全体上は鉄柵だ。いや桃田さん、この小橋秋山組の攻撃は理にかなってますね。そうですね、場外でブレインバスター、もう徹底的に腰へ行ってますよね。小川選手の場合どうしても軽量ですからね、はい、飛んだり要するにそのある程度体全体を使わないといけないので、腰を痛められてですね、踏ん張りが効かなくなりますんでね、いい攻撃ポイントだと思いますけど、ね、そうですね。そして先ほど時間の話をしましたけれども、15分が経過しました、はい、三沢小川組はもう早くスイッチなければいけませんね。そうですね、もう小川選手もやっぱり体がやっぱり小柄なだけに、あまり攻撃を長く受けるとダメージがどうしても残りますからね。そうですね、今バックブリーカーがありました。シミットリュー、青コーナーがいいタッチワークを使用しています。あー、ご覧のようにこの秋山が感情むき出しのストンピングだ。目つぶし、わーっとストバックだ。簡単には赤コーナーには返しません。三沢を牽制してストンピングを落としました秋山です。世界タッグチャンピオンチームにして連覇に向けての小橋秋山、さあローリングクラッチホールドに丸めた。カウントワンです、カウントワンです。秋山には余裕があります。さあ今度はサソリ固めの体勢です。スコーピオンデスラック、三沢がご覧のように声をかけます。リングの中央、これはまた
いい角度で桃田さん入ってるんじゃないですか。入ってますね。そしてご覧のように膝も固定しています。小川の膝もがっちり固定している秋山のスコーピオンのスラック。サービスはリングの上がいった、ランニングエルボー。徐々にダメージがこの小川の腰に蓄積されつつあります。あと秋山、三沢に突っかかります。三沢と小川の距離を遠ざけます。秋山また青コーナー、あっと小川は正面からコーナーに打ち付けられました。さあそしてもう大量の汗をかいています小橋健太。現在京都は紅葉の真っ盛り、山一面が赤く染まっている京都。小川選手かなりちょっとダメージが溜まってきてますね。そうですね、腰というのはまあ我々から見づらいところなんですが、相当のダメージが蓄積されています。さあ連発逆水平を得て、あーと前に崩れ落ちました。足元がおぼつかない小川、前のめりに倒れます。いやこれはね、あの腰がもう踏ん張り効かないんだろうと思います、さあブレインバスターを輝いて、あーと三沢がカットします。しかし秋山、さあリングの中は小橋が高々と抱え上げます。軽量の小川を高々と抱え上げてブレインバスター、そして秋山が距離を取っています。おっと危ない、小川危ない、アンタッチャブルピンチ。さあ今度は小橋がリングの中央はテキサスクローバーズホールド。さあ秋山が三沢をカットしている。リングの中でがっちり決まっているテキサスクローバーズホールド。うわーこれ、あー完璧だった、完璧にやりました。さあ場内がパタイの小川を通る。小川は今手を引っ捌いた、何度か返せるのか。横で秋山がぴったりとマークしています。三沢はカットに入らない、あーっとリングの中央に引きずり戻します小橋健太。あーようやくサードロープ、大ピンチのアンタッチャブル。一勝一敗の三沢岡はこれ以上の負けは許されません。さあ前のとした川に入る、小川返せるか。しました。いやこうやって見ていますと秋山が巧みにカットに入ってますよね。そうですね、としての連携が完璧な形で表現されている小橋秋山組、ダブルの攻撃だ。おっと壊した、うわ返せるか、ダブルで壊した。さあここで三沢にタッチできるか、飛びついた三沢がリングの中、エルボー小橋秋山に連打のエルボー、三沢を倒した。すでに20分が経過しました。残り時間は10分を切っています。30分一本勝負の公式戦、小橋を飛ばしたラリアット、巻きつきラリアット。小川が一方的に捉えられてしまった5分以上の時間を三沢この一人で返すことができるんでしょうか。ニュートラルコーナーのトップに三沢が立つ。リングの中には小橋がいます。秋山は場外だ、距離を測って、あエルボー、エルボー、ダイビングエルボー、ツーで返します小橋。ようやく今エプロンに小川、さあリングの中央タイガードレモン体勢、打ち上がるか、こらえます小橋。力のこもった攻防はリングの中央だ、返しました小橋。立ち上がってエルボースピンキック、ロープに飛んだ、あーエルボー、エルボー、ダイビングのショルダーをエルボーで迎撃、一気加勢に攻める三沢。さあタイガードライバー、タイガードライバー、秋山カットです。集中力が両有あります。さあ今度は小橋が秋山に巻きついた。 10.23 名古屋の借りをこの公式戦リーグ戦で返すことができるのか。フェイスロックだ、わあダブルで、さあダブルのフェイスロック、フェイスロックの共演だ三沢動画は。 10.23 名古屋の世界タッグの借りを返せるかこの公式戦、がっちり決まっています三沢のフェイスロック、そして小川のフェイスロックでアシスト、セカンドロープ、そしてサードロープはまだ遠い小橋、がっちり決まっている三沢のフェイスロック、ニジニアの小橋、ロープブレイクまではあと一歩だ、ロープに手が届きました。三沢小川が見せましたフェイスロックの共演です。小川が今ようやくスタミナを取り戻しまして、さあ今度はアンタッチャブルの連携です。小橋の足元もフラフラになりつつあります。
エルボーを打った。小川も打った。さあそしてここからは一連の流れです。おっとおーっとテレクドロップキック。さあアンタッチャブルが分断された。ショートアタックル。アンタッチャブルが分断されました。三沢が場外。残り時間はもう少なくなりつつあります。三沢が今場外を徘徊する状態。このコーナーは秋山が入ります。ジャンピングに串刺し。ガサンライトで打った。あっとそのあと首のあたり押さえています。ああ先ほどのダメージでしょうか。残ってますね。そうですね、これが終盤どう響くんでありましょうか。オナーロープ飛ばした。ジャンピングリール壊した方は。さあデイレーで打った。垂直落下デイレーで。あの首の影響はどうなんだ。秋山は返せるか。おお返しました。小川もその秋山のちょっとした動きを見逃しませんでした。そうですね。あと抱え上げられて、さあ毛先アウト。終わりました。終わりました。変則的にヒット、速攻でヒット。バックに乗った、バックに乗った、バックドロップ。小川の動きが冴えている。三沢小川組にとっては小足秋山戦4連敗を避けなければいけません。そして優勝に向かってはもう落とせない今日の一戦であります。三沢小川軍の意地がこの公式戦リーグ戦で発揮されるのか。先ほどは2つの連携が今ここで炸裂するか。エルボー打ってスライディングした。三沢が飛んでエルボー落とした。秋山は首にダメージを負っています。そこに1点集中。さあチンクラッシャーを打った。スライディングしてあと三沢が飛びました。三沢小川宮もこれは秋山の首ということですね。そうですね。さあ三沢が飛びました。リプレス。さあ返す刀で今度は小橋。あれが飛んだ。ヨンのジャックライブどうだ。返せるか。さあ三沢小川宮最大のチャンス到来。残り時間が5分切りました。バックにまた決まった。バックドロップホールド。鍵を返すか小川。秋山は世界タッグチャンピオンの意地、その意地が肩を上げさせました。残り時間が5分を切っています。勝ちは2点、負けは0点。時間切れ引き分けは1点を分け合います。優勝に向けての大きな分岐点。三沢小川組は勝たなければいけません。さあ今度は秋山に打つかタイガードライバー。小橋にエルボー、笠井にかわした。エルボーでいきます。さあ攻撃の的は秋山だ。エルボーが首筋にヒット。さあ抱え上げた。タイガードライバー。あーた雪辱まであと一歩。三沢は雪辱まであと一歩。秋山選手のあの首が予想外にダメージ受けてますよね。ありますね、チームとして負けているわけではない。さあそう話しています。エルボー打った。ゴールアウト。あっ負けた負けた。あっ決まった。三沢そして秋山、両チームにしか分からない意地が炸裂しています。もう残り時間は5分を切りました。三沢小川組は引き分けではダメだ。小橋秋山も優勝に向けて盤石の体勢は勝ちしかありません。クラシが走る。チャンピングリア。さあそしてどうするんだ。パワーボールの体勢だ。抱え上げて落とした。迫力で埋めた。ジャックライフで丸めた。さあ返します。残り時間が3分を切りました。30分の一本勝負、残り時間が3分を切りました。小橋が今その魂を肉体に充電しました。ロバリングの毛先だ。バックルバッター、ハーフデルソン、ハーフデルソン投げっぱなし。同点から三沢落下。首筋のあたりを抑えている三沢。小川がたまらずカットに入ります。ショルダータックル。これで小川がカットに入れない。さあ魂の叫びは小橋健太。距離を取った、十分な距離だ。右腕がうなる。おっと
クサエルボー、ラリアット、ラリアットヒット、首にクリーンヒット。さあどうする小川カット、ナイスカットですね。そうですね、今本当にクリーンヒットしてますんで、三沢の目がうつろになりつつあります。残り時間が2分を切りました。残り時間はもう2分ありません。ラリアットがすでにヒット、虫の息か三沢ミサル。この試合を落としてしまっては三沢の三沢馬上げ日の優勝危ない。さあこの位置は危ないぞ、この位置はバーニングが曲がる。さあコーナーに続けた名古屋の最大か、名古屋の最大か、小川が間に合いました。あーと、しかし秋山コーナー、さあ小橋がこのリーグ戦で三沢を担ぐのか。アンマー追った、捉えた、小橋が捉えた、三沢ナイピッチだ。ああ、レギュラー中央、おっと三沢判定だ、エルボー、あっと両者だ、相打ちですね、三沢そして小橋、相打ちでダウン。バーニングアンマーはなんとか何も逃れた三沢、しかしエルボー、ラリアット相打ち、残り時間が1分だ。もう次が最後の一手でしょう。西によります、まだ体力があるのは小橋か、そのままカバーに入って杉が取るのか、三沢の左の肩。いや時間がないですね。そうですね、もう残り時間が1分ありません。今度は三沢のカバーだ。さあ最後の一手になるでしょう、これが最後の一手になるでしょう。30秒切った、30秒切りました、もう最後だ、バカバカ、アウトさあ小橋はカバーに行けるか、小橋はカバーに行けるのか、三沢は受けない、小橋が肘寄った、さあどうだ、返した、今度は右から上がった、長大ストンピング攻撃、三沢、小橋、もう一度カバーだ、返せるか、三沢、返しました、30分一本勝負はここで。無情にも時間切れ、引き分け、両チーム勝ち点1を分け合いました。両チームにとって30分は短すぎました。しかし小橋はあのバーニングハンマーをも出さんというその企画でこの試合にかけました。そして三沢は何度もその左の肩右の肩を上げました。両チーム1分ずつを分け合いました。公式戦時間切れ、30分時間切れ、引き分け、全ての選手が4人の選手がそれぞれダメージを、そして最後まで意地をこの試合で見せつけました。これで三沢小川組が1勝1敗1引き分けの勝ち点3、そして小橋秋山組は2勝負けなしの2引き分け勝ち点6となりました。さて桃田さん、はい、両チームにとってのこの時間切れ引き分けを分析していただきたいんですが、まあ、もちろんあの負けなかったということで言えば小橋チームは断然有利になりつつあるかなという気はしますけどね。そうですね、4試合終わった時点で負けなしっていうのは大きいと思います。大きいですね、さて一方のこの三沢小川組です。負けはしませんでしたけれども、引き分けはどうですか。きついですね、まだ3試合目といえば残り4試合残ってますから ね、そうですけどね、それを全勝でいけばということは言えますけども、はい、だけどやっぱりその勝ちに行きたかったと思いますよ ね、 そうですね、何度もその執念が三沢の肩を上げさせました。小川も最後まで踏ん張りました。一方バーニング首に大きなダメージ、この秋山のダメージが終盤に向けてのリーグ戦でどう影響するか、これもちょっと心配ですね。いや、それも心配ですね、首っていうのはかなり大事なポイントですからね。そうですね、優勝候補筆頭の小橋や秋山組は引き分け1でその1をもぎ取りました。一方三沢小川組はもうこれは首になっていました。坊さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。